聖ある者、闇を旅す死したるイシュタールの魂、聖ある者と重なりて囲われし民を解き放た。我々の命と引き換えに娘は光を得た。自らの意志で進むべき道を選択するために、思い悩み抜いた末の心の覚醒。彼女の意志と心の強さゆえになされた奇跡。気がついてほしい堕天使どもに、人の迷いは理解できない。イーノック、私は偽りの世界を終わらせる。汚れは全て落としたようだな。だが心はどうだ。迷いを振り払うため最後の試練を乗り越え、
イシュタールはお前と心を失い覚醒した。彼らが力を持つのも時間の問題だろう。イーノック、足はすくんでも心は前進している。天界の初期間を拝命した頃を思い出すがいい。清き心は今自由な意志を選択し行使する強さを手に入れた。その心で地上界に残された人を救え。評議会が洪水計画を完全に忘れ去るまで。時間がかかりすぎじゃないか。おかえり、イーノック。やっと戻ってきたな、イーノック。迷いもすっかり振り切ったようだな。次はアラキエルが支配する世界だ。あいつも全力で邪魔してくるだろう。気にするな、お前ならやれるよ。溜め込んだ汚れを取り除くため、イーノックは肉体を地上界に残したまま天界に戻った。イーノックはこれまでの戦いを振り返り、己の使命に疑問を抱くようになっていたが、天使たちの声を聞き、天界から人々を見て、時間をかけて疑問を解き、再び地上界へ戻った。そして休む間もなく、エゼキエルと戦うイシュタールの元へと急ぐのだった。ナンナが覚醒しイシュタールとなった。自由の民は勢いを取り戻しつつある。
イシュタールは今エゼキエルと戦っている。急げイーノック、イシュタールが汚れに飲まれる前に。闇にイシュタールを連れて行かれるわけにはいかない。彼女には定められた使命が残されている。いや、うん、アラキエルを探してるんだけど気配を感じなくてね。まずはあいつに任せてみるよ。ああ、また連絡する。